県が行う大規模接種は、明日から8月8日までの毎週土日に行われ、今日は会場となる県庁1階の県民ホールで、動線のチェックや椅子の設置などが行われました。接種は佐賀大学の協力で行われ、県内に住む65歳以上や高齢者・障害者施設の介護従事者、保育園・幼稚園の職員などを対象にモデルナ製のワクチンが使用されます。予約方法は65歳以上の人は往復はがきで、介護従事者や園の職員などは職場を通して申し込みます。市町との二重の予約、これはぜひ気をつけていただきたいなと思っています。予約が重なった場合にはどちらかを必ず、キャンセルしていただく。ファイザー製のワクチンを打たれた、1回目で打たれた方が2回目がこちら県の接種会場はモデルナを打つことになりますので、混ざらないようにぜひお願いをしたいな。県は1日500人の接種を予定していて、今月27日以降はまだ半分以上の空きがあるということです。